はい、池田です。今日は YouTube チャンネル、他の人の YouTube チャンネルを紹介したいと思います。エフラン大学就職チャンネルっていうチャンネルがありまして、これが面白くてよく見てるんですけど、もう投稿されてる動画もかなり多くて、内容がすごい充実してるんですけど、これのジャンルっていうのが何なのかわからないんですけど、エフラン大学、エフランクの大学就職チャンネルっていう、その大学生とか就活してる人とか、社会人とか、そういう人向け、社会人というかニートとか、その引きこもりとか、なんかそういうのをテーマにしてる動画がいっぱいあるんですけど、アニメなのか、アニメじゃないんですよね。静止画がパッて映って、そこにこう棒読みちゃんみたいな声で、機械の声でセリフを言って、で、漫画みたいな、アニメみたいな、紙芝居みたいな、そういう動画のコンテンツを作っておられるチャンネルです。エフラン大生の就職実態、原因は本当に学歴みたいな、こうバナーがあるんですけど、これがかなり辛辣というか、結構こう時事ネタを扱ったりとかもあるんですけど、なんか有名なその話とか、金八先生のやつをこう皮肉って、文字って皮肉ってるやつとか動画とか、マネーの虎をちょっと面白おかしく、ニートと虎っていうテーマにしてシリーズ出したりとかっていう、そういう感じで、そのこの実際の社会に起こってることとか、大学生の就職活動の人に起こってることとか、ブラック企業のこととか、そういうのをこうイラスト屋っていう、かわいいフリー素材集のイラスト屋ってあるんですけど、その無料でその使えるイラストの素材を使って、この紙芝居というか、こう無料で多分、で、セリフは多分こう打ち込んで、その音声ソフトに喋らせてるっていう、そういうコンテンツを作ってる、YouTube クリエイターというか、映像クリエイターというか、これがすごい面白くて、たまに見ていますというか、結構よく見ています。見たことない、見てない動画も結構あるんですけど、これがすごいんですよね。この才能があるというか、こう脚本も上手というか、で、動画一つ一つも5分6分、長くても10分ぐらいの、すごい見やすい感じで、暇な時にちょっと見て、で、結構辛辣なんで、ちょっと笑えるところも結構あるというか、で、結構その身につまされるところもあるというか、これは結構厳しいことを言ってるなみたいなとかもあって、で、その使われてる絵がそのイラスト屋っていう、もうすごい優しいイラストというか、最近リアルの社会というか、普通のスーパーとか普通のドラッグストアとかでも、このイラスト屋のイラストを使われ出してるんですけど、なんか世間でよく使われるようになってきてるっていう素材を使って動画を作られています。これがたまにというか、見て、暇な時見て面白いなと思ってる動画です。その動画のを紹介しています。 もしその YouTube で面白いコンテンツないかなと思ってる人とか、若い人見たら
いいんじゃないかなと思うんですけどね、その大学生ぐらいというか、この僕の YouTube を大学生とか見るかどうかわからないんですけど、なかなかシビアなことを言ってたり、それを面白おかしくこうストーリー仕立てにして、まあ紙芝居風というか漫画風にして動画にしてくれてるので、まあしかも勉強にもなるというか、あ、そういうことになってんのかとか、ブラック企業の話とかも結構面白いので、エフラン大学就職チャンネル、まあ暇な時に見てみるのはをおすすめしますっていう動画でした。以上、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。